こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日はですね、 DIY 第2弾といたしまして、カレートフレームというものを作ってみようと思います。カレートフレームというのは刺繍箱を使った、なんだろう、新しいのかな、結構ハンドメイド界隈で流行っているようで、で、あ、こんな感じです。で、刺繍枠を使ってドライフラワーとか押し花みたいなのを飾ったりするようで、で、それを飾るとすごく素敵だよということなので、なんかこれって切り絵でもできるんじゃないかなと思いましてはい、ちょっと作ってみようと思います。刺繍枠を使って切り絵を飾るとどんな風にできるか楽しみにしてみてください。では、どうぞ。さて、今日はこの刺繍枠、これね、100均で買ったんですけど、刺繍枠を使ってカレートフレームを作っていこうと思います。まず私の本からこうやってコピー作ってきました。で、何を切るか決めていこうと思います。なんか私が見たのはお花だったので、お花にしよう。あと蝶々とかもね、あってもいいですよね。というわけで、ちょっと見ようと思います。まずベーストする紙は、ちょっとこの薄い天狗調子、天狗調子じゃない、これは落水紙ですね。落水紙使ってみようと思います。こうやって、なんか私が見たのは結構オーガンジーっていうね、薄い布を使っていたので、なんかそれに変わるようなちょっと薄いのがいいのかなと思いました。まあ、でも天狗調子でもいいのかも。すごく天狗調子も可愛いな。そうだな、天狗調子にしてみようかな気が変わる。じゃあ天狗調子にしてみようと思います。ちょっと薄くてちょっとぼかしがふわってかかっている天狗調子をベースにして、はい、やってみようと思います。まあこれがベースとなるとして、そしてで、何の花を使うか、ね、考えながら切っていきます。なんかちょっと使ってみようとか、でこうやっていいですよね、この輪っかとかに入れるので、ね、バラとかも合うと思うので、バラもうん、細長いお花、こうやって入っていいですよね。で、なんて感じで、ちょっとこうコラージュ、これはこの辺に行くよ。まあ、ちょっとこれだとキツキツですけど、まあ、できてからね、貼るとね、また違うかもしれないので、じゃあこんな感じで、貼ってみようと思って、まずこの切り絵をね、作っていこうと思います。さて、続けて蝶々を切っていきます。蝶々、そうですね、蝶々は羽の方から切って、そして輪郭といきましょう。細かいところからいきましょうか。このちっちゃい丸も、ちっちゃい丸は半円と切っていきましょう。いっぱいある、ちっちゃい丸がいっぱいあります。半円、なんか綺麗に切れないというよりも、結構ね、カッターで丸を切ると、こう、まあ、いびつながらもって言ったらあれですけど、なんか可愛い形をしてるので、なんかその独特の切り絵の丸の形を楽しんだらいいんだろうなと思います。半円、はい、そして今度は次にこのちっちゃいところですね。蝶々は残る線が細いので、やっぱり細かいところから切っていくのがベストだと思います。で、もしちょっとこう
つらいところがね見えて気になるって思っても、まあ、最終的にはあの黒い髪の方が切り絵になるのでそんなに神経質になることないと思います。歯が切れなくなったので変えていきます。こっちを忘れてました。こっちも抜きましょう。でここも太い方から細い方へとこう切っていきますね。半分切れました。もう半分切っていきます。切ったところのすぐ横から切っていきます。切ったところのすぐ横の線ですね。こっちもすぐ横の線から、この線の横から、これもこっちがスカスカなのでこっち側からでいきます。ここは切りすぎて確実に角を落としてください。はい、切れましたね。そしたら輪郭を切っていきます。輪郭は難しい方から、この触覚ちょっと難しいですよね。ここから切っていきましょう。こういうところも切りすぎちゃってください。で迎えに行って次の方向へ、はい、でここもこのね内側から外側へがいいんですよね。輪郭は輪郭を内側から外側へって切っていくと綺麗に切れると思うので、切りすぎて交差して輪郭を切るっていうのも、はい、覚えてください。で内側から、よし、はい、チャオチャオも切れました。ではチャオチャオの色付けをしていきます。どうしよう、上と下を、ソープの羽の上と下を色変えていこうと思います。まずはここ、黒い線の真ん中を意識してください。うん、ここが可愛いかな。ですね。んで、ちょっと変えて、色を変えてみよう。で、黒い線の真ん中を意識して欲しいところを囲みます。
な感じでできました。さてそれではこの刺繍枠にさっき切った切り絵を貼っていこうと思います。でまずその土台にするのがこの天狗調子、ちょっとこうね線が入ってるんですよ。それもね可愛いので、はい、まずこれを切ってみて、そう、まあ、ちょっと大きめがいいですよね、きっとね。この線に合わせて、よし。で、これに挟んでみようと思います。ちょっとね、前、お、そうそう、ここひねると、うん、これで、そして大丈夫、ちょっと折り目とか入れた方がいいのかもですね。うんうんうん、お、はい、あ、結構ピンと張りました。うん、オッケー。でもそうか、あれですよね、でも待って、貼る、でもこれでちょっと置いてみましょう。これでやっぱ かわいいのでは。このね、ちょっと作ったやつです。よいしょ、すごく可愛いのでは。いいですよね。これはどうしようかな。そう、置き方を。でも全然これで、はい、可愛いのではないでしょうか、これで。じゃあこれでちょっと貼っていってみましょう。なんか一回外してしようかなと思ったんですけど、まあ、もしかしたらいけるはい。じゃあこれで。で、ちょっと外してみましょう。で、お、まだ、うん、でも、あ、なんか型がついてるので分かりやすくていいかもですね。じゃあこれで、ね、この、ね、場所ね、覚えておいてくださいよ場所を覚えて、で、これでつけてみました。そして枠をもう一回つけてみて、完成して、そして編めます。よいしょ、え、とっても可愛いのでは。で、こう締めます。おお、締まってく、こんな感じ。はい、それで切ってもね、可愛いですね。多分こうちょっと水で濡らして、あの、こう繊維を裂いても可愛いと思うんですけど水で濡らして繊維を裂いてみましょう。よいしょ、水で、そうするとこう、ね、破れた感じが、なんか乾いたままだと多分こっちまでビーっていっちゃうことがあると思うんですけど、こう濡れた腕で描いてから切るとその通りに行ってくれるので安心ですね。よし、はい、よいしょ、あ、可愛いのではないでしょうか。できました。よき、この半透明の感じもとってもいいですね。出来上がり。
かがでしたでしょうか。なんかすごく可愛くないですか。これいっぱい作って飾ってもすごい可愛いと思いますし、なんかもう眺めてるのもすごい可愛いです。飾るのも可愛いし、やっぱこの透明感、この天狗調子の透明感の本領が発揮みたいな、すごくなんか気に入りました。この刺繍枠もね、今100均とかでも売ってますし、この刺繍してる方は持ってるかもしれませんし、とても手に入りやすいものなので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではありがとうございました。 Twitter、Instagram やってますので、ぜひフォローお願いします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。それからファンボックスもやっております。月々500円でブログが読めたり、図案が取り放題であったりしますので、ぜひ興味がある方はご覧くださいね。それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。ファンボックス始めました。支援したい人は支援を、交流したい人は交流できる新しい作家との関わり方です。ブログ更新、ライブ配信、図案が無料で取り放題、その他にも楽しいことをいっぱいやっていきます。月々500円です。ぜひ支援してくれると嬉しいです。ファンボックス佐川彩乃で検索してください。